で政府は自粛だけ言うんです。自粛っていうのは対策になってないんですよ。対策っていうのは武田先生もう少しうまい言い方したらいいっていう人が多いんですよ。僕はそれ分かってる分かってる。コロナは防御できると言ってあげることなんです。30代前半男性ですね。コロナの真相にですね、親、親戚、知人ですね。に話してもですね、まあ、テレビ報道を信じ切って洗脳されています。このまま行くと滅亡の道に進んでしまい、どうすればいいのか。自分の無力さを嘆いております。これも運命と受け入れるべきでしょうか。やり方があります。コロナは防御できると言ってあげることなんですよ。要するにね、はい、同じ軸で反対すると難しいんですよ。コロナが怖い。それは大丈夫だと言ってもね、でね、そこでね、今日幸せしの時計の方ですから誤解がなく聞けると思うんですけども、僕はもうガンガン言ってるでしょ。言ってますね。自分の心の中では通らないと思ってるんです。第1000だから通らない。だけども私の立場であれば繰り返し繰り返しガンガン言うことによって多少軸がね、1000対1が300対3ぐらいになるだろうと思ってやってることであって、はい、今の人みたいに自分の目の前にいる人、それは何かって言ったら僕が今1000対1なのを1対1にしようと思ってやってるのもんです。1対1っていうか、こっちにみんなを、僕と同じ。無謀すぎますもんね。全員も全員変えようみたいなのは無理です、ね。そういうことになっちゃうんですよ、家族だと。で、僕はどうして頑張ってるかっていうと、1000対1を、まあ、300対3とか100対1とかにできればいいと思ってるわけですよ。で、頑張ってるわけですよ。ですから、まあ、いくら相手が変わらなくても、へこたれないわけですよ。だけども、個人は難しいんで、個人の時はどうするかっていうとですね、コロナは危険だっていうことに対して、コロナは普通の風邪だという言い方をするとね、これはダメなんですよ。僕が言ってるじゃないかと言われるから、今ちょっと別のことを、そのこと言ったんです。実はね、コロナが危ないという人にとって、怖いという人に対して、コロナは怖くないですよはダメなんですよ。どうしてか、コロナが怖い。じゃあ、こうしたらは大丈夫だ。だから僕もちょっと一部言ってるのは、軽い運動して、日光浴して、ビタミン C 取って、生姜とニンニク食べて、帰ったらお茶を飲んでとか言ってるでしょ？はい。あれは何を言ってるかって言ったら、軸が変えてるんです。コロナは怖くてもいいよなんですよ。うん、コロナは怖くてもいいけども、それを防げるよっていう。で、実にね、人間って面白くてね、コロナが怖いって言うと、対策を言えなくなっちゃうんですよ。どうしてかっていうと、対策を言うとコロナが怖くなくなるから。それで政府は対策言わないんです。で、自粛だけ言うんです。自粛っていうのは対策になってないんですよ。対策っていうのはコロナにかからないようにするわけだから、家に帰ったら熱いお茶をゆっくり飲みましょうと。なぜ言わないのかっていうとですね、家に帰って熱いお茶をゆっくり飲むと、喉のコロナウイルスがみんな死ぬじゃないですか。カテキンでね。そうそう。そうすると、コロナの怖さがなくなっちゃうじゃないですか。だから、日光浴も15分すればいいわけでしょ。だから日光浴15分して、軽い運動っていうか、早足で歩くぐらいでいいんだけど、歩くときに早足じゃなくても、少し苦労して歩くぐらいでしょ。それが一番コロナかかりにくいと、こう、カーブあるわけですから。それを積み重ねたら、ほとんどコロナかかる可能性が減っちゃうわけですよ。少なくとも、人に悪いんだけど、そういう対策をやらない人がかかっても、やってる人はかからないわけだから。そうして、あとご飯を食べて味噌汁飲んで、体温上げといて、生姜とニンニクちょこっと食べて、帰ったらお茶を飲んで、そしていざの時のためにビタミン D を用意しておくってすればいいんですよ。もうそれで十分ですよね。そうするともう、かかる可能性が十分の人かなるから、そうすると家族は、あ、そうねと、確かにコロナかかると嫌だからねって、危険だし、人からも白い目で見られるから、こうしたらかからないよは、聞いてくれると思う。で、僕はまあ、療養やってるけど、どっちかってやっぱ僕は正面からぶつかってるのは、その1000対1を300対3にしようっていう、そういう考えだからであって、変えられると思ってるわけじゃないんです。それは人間は難しいんですよ。だからみんな、先生がそういうふうに言ってますけど、言う人の対象によって言い方が変わるっていうことですので。いや、ちゅうかね、武田先生、もう少しうまい言い方したらいいっていう人が多いんですよ。僕はそれ分かってる分かってる。だけどそれは、本当に相手を説得するのか、世の中の情勢を少しこう、危険から安全側に変えて、そうするとコロナで非常に不安を持ってる人のかなりの部分は、だったら大丈夫かなと思ってくれるんですよ。だったら大丈夫かなと思ってくれることがコロナにもかかりにくくなるわけだから、いいことなんですよね。特に日本みたいに欧州の30分の1なんだから。
あ、そんなに心配することないっていう気持ちになってくれれば、毎日が明るくなるし、生活も良くなるから、活動の意義はあるんですよ。だけど、本当に一人一人を説得するってのは難しい。なので、無力とかね、そういうふうに考えられずに、その接し方ですかね。相手の身に本当になって、はい。相手が考えることを否定せずに、その解決策を示すっていうことが一番いいわけですね。うん、ってことは、相手は怖がっているわけだから、うん、簡単に言えばこうやったらかかりませんよっていうのをズバッと言えれば一番すぐいいわけですよ。そう、怖がって OK ですよ。ただ、逮捕はもうあるから、安心してねって。そうそう。まあ一番いいのは、この薬一錠飲めばかかりませんが一番いいんだけど、そういうのないから。ないないだから、まだ方法を言わなきゃいけない。それをみんなワクチン打てばって思っていますからね。あ、それは今ワクチン打てばと思ってるからね。それはそこはこう、ちょっとこう変えたいっていうのはありますよね。はい、わかりました。はい